皆さん、こんにちは。今日は日本のエンターテイメント界を長年にわたって牽引してきた国民的アイドルグループ嵐に関する最新ニュースをお届けします。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まずは先日発表された大きなニュースからご紹介しましょう。嵐がデビュー25周年を目前に控えた2024年4月10日、新会社の設立をスタートエンターテイメントの公式サイトにて発表したのです。1999年11月3日にシングル嵐でデビューを飾った嵐は、メンバーの相葉雅紀さん、松本潤さん、二宮和也さん、大野智さん、そして櫻井翔さんの5人で活動を続けてきました。歌やダンス、バラエティ、ドラマなど多岐にわたる活躍で飛躍的な人気を獲得。まさに平成の時代を代表するアイドルグループとして確固たる地位を築き上げてきたと言えるでしょう。そんな嵐にとって今年2024年はデビュー25周年という記念すべき年。四半世紀にわたるキャリアの中で彼らはどれだけの感動と興奮を私たちに届けてくれたことでしょうか。ファンにとってもこの25周年は特別な意味を持つはずです。そんな中で発表された新会社設立のニュース、これは嵐にとって新たなスタートを切る大きな一歩となるのかもしれません。スタートエンターテイメントの公式サイトではメンバーからのメッセージも公開されました。この度我々嵐は5人で会社の設立をいたしましたこと、ご報告申し上げますと切り出すメンバーたち。続けてこれまで以上に主体性を持ち、これまで以上に主体的に判断をし、これまで以上に主体的に行動したい、そして何よりも日々応援してくださるファンの皆様により近くに感じてもらいたい、より積極的でありたい、そんな思いから5人で何度も何度も話し合い会社を設立いたしましたと新たな決意を語っています。メンバー5人の連名で発表されたこのメッセージからは、自分たちの手で新しいエンターテイメントを生み出していこうという強い意志が感じられますよね。ファンの間では今回の発表を喜ぶ声が多数上がっているようです。ずっと待ってました。嵐の新しい活動、楽しみにしています。5人が揃うところを見られるのが本当に嬉しい。どんな活動になるのかワクワクが止まりません。ただ、一方で不安視する声もあるのも事実です。実は、昨年2023年10月にジャニーズ事務所は解散し、後継となるスマイルアップがスタートしたばかり。そんなタイミングでの新会社設立に大丈夫なの?と心配するファンもいるようですね。またメンバーの二宮和也さんが昨年10月にジャニーズ事務所を退所し個人事務所を設立したことでグループでの活動に支障をきたすのではないかという見方もあります。ただ二宮さん自身はこれからも嵐として活動していくと明言していますし、今回のメンバー全員での新会社設立という形を取ったことからもグループ活動に前向きな姿勢がうかがえます。もちろん具体的な活動内容はまだ明らかになっていませんが、新会社設立に踏み切ったということはすでに何かしらの計画があるのかもしれません。例えばメンバーの持ち味を生かした新しい番組企画や配信サービスを活用した斬新なコンテンツ作りなど、これまでにない挑戦に乗り出す可能性だってありますよね。それに音楽活動にも注目が集まります。デビュー25周年を記念してスペシャルなアルバムをリリースしてくれるかもしれません。中でもファンが待望しているのがコンサートの開催です。2020年12月31日の東京ドーム公演を最後に嵐は活動休止に入っています。もしかしたら新会社の設立を機に5人揃っての復活ライブが実現するかもしれません。そう考えるだけで今からワクワクしてしまいますよね。ただこうした前向きな予想がある一方でメンバーの個人活動に関しては必ずしも順風満帆とは言えない状況もあるようです。例えば櫻井翔さん、2023年のドラマ大病院占拠で存在感を発揮した櫻井さんですが、続編となる新空港選挙の視聴率は低迷しているのだとか。また櫻井さんに2026年の NHK 大河ドラマ主演のオファーがあったものの、
出演が白紙になったという噂も流れているそうです。これにはジャニーズ事務所の元社長ジャニー喜多川さんの性加害問題が影響しているのだとか、事務所が対応に追われる中で企画が頓挫してしまったのかもしれません。他にも松本潤さんが主演した大河ドラマどうする家康ではパワハラ疑惑が報じられるなど、現場の雰囲気が険悪だったとの情報も。二宮和也さんにしても月9ドラマワンデーで歴代最低視聴率を記録するなど厳しい状況に直面しているようです。こういった個人の活動事情を見ると、嵐のメンバーも決して安泰とは言えないのかもしれません。グループでの人気は不動のものでも、ソロとなるとなかなか厳しいのが現状のようですね。だからこそ、今回の新会社設立に期待が集まるのかもしれません。個人の力を結集し、グループの底力を発揮する。そんな新生嵐の姿を、ファンは心待ちにしているはずです。これまでの常識にとらわれず、自由な発想で新しいエンターテインメントを生み出していく。そんな彼らの挑戦に大きな可能性を感じずにはいられません。ただ、実際にどんな活動を展開していくのか、現時点ではまだ何も明らかになっていません。5人での話し合いを重ねているというメンバーの言葉からは、試行錯誤の最中なのかもしれません。いずれにせよ、デビュー25周年というタイミングでの新会社設立。この1年が、嵐にとって大きな転換点になることは間違いなさそうです。彼らが生み出す新しいエンターテインメントにどんなサプライズが待っているのか、ファンにとっても今から楽しみでなりませんね。さて、ここからは少し嵐の歴史を振り返ってみましょう。実は彼らには数々の伝説のエピソードが存在するのをご存知ですか？例えば幻のメンバーの存在です。デビュー当時、本当は嵐のメンバーになるはずだったのはタッキー&翼の滝沢秀明さんだったのだとか。1999年のデビュー会見で報道陣は滝沢さんの姿を期待していたものの、登場したのは現在のメンバー5人だけ。このサプライズに会場が騒然となったというのです。しかしこの話について嵐のメンバーは、タッキーがいなくてすみませんと笑顔で語ったのだとか。滝沢さんも嵐のデビューを心から祝福していたそうです。もう一人の幻のメンバーと言われているのが俳優の生田斗真さん。ジュニア時代、生田さんは松本さん、相葉さん、二宮さんとメーンというユニットを組んでいました。メンバーの頭文字を取って名付けられたこのユニット。それだけに嵐のデビューが発表された際、ファンの間ではなぜ生田が入らないの？と話題になったのだとか。こうしたエピソードは知る人ぞ知る伝説として今なお語り継がれているようですね。また嵐がかつて語った6人目のメンバーの話も印象的です。彼ら曰く、ファンやスタッフ、家族のことを6人目の嵐と呼んでいるのだそう。コンサートでファンの笑顔を見て感動する相葉さん、寒空の下必死に嵐の CD を売ってくれたスタッフの存在を今でも忘れない桜井さん、ライブに足を運んでくれる両親への感謝を口にする松本さん、メンバーを支える一人一人の存在が嵐の力の源なのかもしれません。そう考えると彼らの結束の強さや人柄の良さが伝わってきますよね。トップアイドルでありながら周囲への感謝を忘れない姿勢は、ファンにとっても嬉しいポイントではないでしょうか。以上、アイドルグループ嵐の新会社設立を中心に彼らの近況や伝説のエピソードまで詳しくお伝えしてきました。メンバーたちが新たなスタートを切ろうとしている今、25周年イヤーとなる2024年は彼らにとって大きな転換点となりそうです。果たして新生嵐は私たちにどんなサプライズを見せてくれるのか。もしかしたらこれまでのキャリアの中でも最も劇的な1年になるかもしれません。デビュー当時から彼らを見守り続けてきたファンは今年の活動にも大きな期待を寄せているはず。25周年を彩るスペシャルな企画の数々に心躍らせている人も多いのではないでしょうか。そんな嵐にエールを送りながら、新時代の幕開けを楽しみに待ちたいと思います。これからも最高のエンターテインメントで私たちを魅了し続けてほしいですね。彼らの挑戦を心から応援していきましょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。
そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。